ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。いつもご視聴ありがとうございます。最近はですね、なかなかの YouTube の投稿が滞っておりますけれども、まあなんとかですね、私のカクテルの、メイク動画とかそういうのをちょこちょことは出しているんですが、あの技術的な動画とかそういう細かい動画はですね、ちょっと出せていない状況なんですが、こういったタイミングはですね、大体私が YouTube 以外の仕事がかなり忙しいタイミングで、こういう状況になることが定期的にあるんですけれども、まだまだですね、 YouTube へのこう情熱も失っておりませんので、今日の動画はスペシャルな動画をご用意しました。どういう動画かと言いますと、実際に私がバーテンダースクールでですね、使用している授業動画ですね。この動画を見ながら生徒さんと一緒にこうなんか練習していくというふうな動画なので、ですから本当にこれからバーテンダーになる方とか、あとは独学で勉強していた方とかにはですね、非常にこう有料級の動画じゃないかなと思います。今日の動画はサービス動画ですよということで、早速ですね、見ていただきたいんですが、その前にですね、少しだけ説明をしますと、バーテンダースクールの初期段階で実際に使っている動画ですので、この動画をですね、ぜひ各お店のですね、スタッフの方へのですね、指導動画の代わりとしてですね、まあ、この動画見ときなよみたいな、そういう風なのにでもぜひ使っていただければ、非常にこう私も嬉しいので、遠慮なくぜひね、使っていただければなと思います。まずは、ステアがもうできる人もですね、これから勉強する方もですね、全部とひっくるめてこの動画をぜひ見てみてください。それではどうぞ。まずはステアをしてみますので、練習する前に一度どういうものかを見てみてください。これがステアです。まずはステアで一番大事なポイントは、バースプーンのこの背中の部分がグラスの内側をずっとこう反っている、反って回っていくっていう風な、そこが一番大事です。気をつけるポイントを一つずつ説明します。このように回すだけでは、バースプーンのこの角度が変わらずに、こうずっと同じ角度でこう回りますので、ずっとバースプーンの背中がグラスの内側を反ってるとは言えないですね。ここで一番勘違いが多いのが、沿わせるためにここで、まあ、親指と人差し指とかでこうなんか回しながら回してるんじゃないか、こう回くるくる回してるんじゃないかって勘違いされる方がいるんですが、これは、違います。基本的にはバースプーンのこの背中の部分をグラスの内側にある程度の力でこう押さえつけてずっとこう回していくとですね、自然とこういう風な動きになっていくんですね。そういう作りにバースプーン自体がなっています。それを、説明するのに、例えばこういう風にこう持ったら、こういう回転ってできないですね。こうやって回すことができませんので、じゃあちょっとこれをこういうふうに持って、バースプーンのこの背中の部分をグラスの内側に押さえつけて、そして回してみます。バースプーンが回ってるの分かりますか？このようにバースプーンが勝手にこういうふうに回ってきます。バースプーンの背中の部分をグラスの内側にずっと押さえつけてこう回していくと、勝手にバースプーンがこのような動きになっていくっていうことをまず理解することがすごく大事です。そしてそれを踏まえた上で説明していきます。バースプーンの持ち方というのは、基本的にはこのように持ちます。親指と人差し指でバースプーンを挟んで、そして中指薬指でこのようにして挟みます、ね、そして大事なのは、親指と人差し指は基本的には持っているだけで、その下の中指薬指でこう大きい円運動を描くというのがすごく大事なことですね。まず初めにこう練習でここの2本の指がですね、
こう大きく回っているというのを練習してみましょう。極端な話を言えば、これができれば、この指の動きをですね、そのまんまミキシンググラスの中に入れて、こうやればステアが完成するというふうなことです。とは言っても、ステアはこう一般的にはこうシェイクとか、あとはメジャーカップでの計量とか、いろいろな技術がある中で一番難しいと言われてますので、全くやってない方がですねすぐにできるようになるというものでもないと思いますので、根気よく練習が必要ですね。ただ理屈は非常にこうシンプルです。親指人差し指で持って、中指薬指で挟んで、中指薬指で大きく円を描くように回していく。それをグラスの中でやる。もうそれだけのことですね。それでは練習をしてみましょう。バースプーンを利き腕の親指人差し指でこのようにこう持ってもらって、中指薬指で挟みます。で、小指の位置は外に出していてもいいですし、中に入れて、ね、このようにこう薬指に添えていただいてもいいです。これはどちらでも大丈夫です。反対側から見るとこのようになります。ステアをするときに一番重要な指はこの2本になります。この挟んでる2本ですね。ここの2本で大きく動かしながらこうステアするということが非常に大事になってきます。親指と人差し指は落ちないように持っているだけです。その下のこの2本の指で大きく動かして、その際に軸が、持ってる時の軸がここになりますので、バースプーンの動きが多少こういう風な動きに見えるので、親指と人差し指でちょっとこう回してるように見えるかもしれませんが、そういう感覚っていうのはもう全くありません。軸がここなのでバースプーンがこういう風に動きますから、そう見えるかもしれないですけれども、そういう感覚ではありません。大事なのはこの2本の指で大きく回していく。ステアをするときに大事なポイントがいくつかあるんですけれども、そのうちのこう一つに、同じスピードでステアをし続けるっていうことは非常にこう大事なポイントです。例えば極端にやるとこういうステア、速いところと遅いところがあるステアですね。こういうステアというのはミキシンググラスの中に氷を入れてステアを攪拌をしていきますので、速いところと遅いところがあると毎回氷同士がこうぶつかってですね、水っぽいカクテルが出来上がりやすくなってしまいます。初めのうちはスピードはそんなに速くなくて大丈夫ですので、ゆっくりでもいいので同じスピードでステアをしていくということの方が重要だということは理解してください。そのように練習しましょう。もう一つ、ステアを練習する時のポイントで、このバースプーンを持ってない方の手の位置も重要なんですが、あんまり上の方を持ってやりますと、手の温かさでこの中本来は氷が入ってますので、氷がやっぱり溶けやすくなってしまうんですね。なるべく手の熱をグラスにこう伝えないようにして、下の方を持ってステアするという練習をしていきましょう。次の注意ポイントです。ステアをするときに腕全体でこう回してしまうという方も一部いらっしゃると思います。初めのうちはバースプーンが回ることが重要なので、多少腕全体でこうステアをしていてもまあいいんですけれども、理想はですね、ここから先だけで回していく、この辺りで回していく、ここからこちら側は動かないというのが、理想です。小さな力で大きな力を加えていくっていうのがこう日本のジャパニーズバーテンディングの基本でもありますので、この意識は持っておくといいと思います。小さな動きで大きな力を加えていく。一般的に理想の形はこれだと言われています。
下の方が少し大きくて、上の方が少し小さくて、くぼみがあって、でなおかつ上から見ると円になっている。上から見ると円になっていて、くぼみがしっかりあって、でこれがくぼみがないとこうなります。ある程度できるようになったら、練習の方法はこのようにしてみましょう。まずバースプーンを入れます。そしてステアを10回ほどします。そして抜く、入れて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 抜く、入れて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 抜く、というふうな形で練習をしてみましょう。この練習で気をつけるポイントは、このような音が鳴らないようにするということが一つ目ですね。バースプーンのこの背中の部分がグラスの内側から離れたら、こういうふうな音が鳴りますので、ずっとバースプーンの背中がグラスの内側を沿って回っているということが大事ですね。そして抜くとき、同じスピードのまんま来て、このあたりからこのように自然に抜く。最後はこのあたりから沿ってこう抜く。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 そして抜くときにはまっすぐ抜くのではなくて、バースプーンが最終的に横になるようにするということも意識するといいです。理由はこのように抜くと、バースプーンの形状がこういうふうになってますので、ここに液体が残ってしまうんですね。でもこのようにこうしますと、最後のこのラインがまっすぐのラインになりますので、水が残らずしっかり切れるというふうなことですね。練習の方法は10回を10セット、ね、音が鳴らずにやってみましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10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  というように練習していきます。うまくいかない場合の時に一番多いのが、ここの軸の位置が、これはグラスの真上に中心がこう来てるんですけれども、うまくいかない時というのは前に中心が来てしまっている。これは非常にやりにくいですね。でこうなっている方が非常にこう多いので、なるべくこう中心に、もちろん手前になるのもやりにくいので、中心に、このグラスの中心の真上に持っているポイントが来るようにすることも非常に大事です。はい、いかがだったでしょうか。最後まで見ていただいた方は非常にこう熱心な方だと思います。お疲れ様でした。まあ、見ていただいて分かる通りですね、もう本当にこう初めてやる方と一緒に練習しようみたいなね、そんな動画になっておりますので、ぜひぜひお店の教育にもですね、有効活用していただければなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。